4月中盤になり、キス釣りを始める方が増えてきたように思います。今回はキス釣りの市販の仕掛けと、またその課題をどう克服できるかを考えた自作の仕掛けを紹介していきたいと思います。実際に市販のキス釣りの仕掛けを使ってみると、手がかりによる仕掛けのロスが起きてしまいます。実際に水中の映像を見てキス釣りの参考になればと思います。ではまず市販の仕掛けが水中でどう動いているかご覧ください。まずはじめに市販の仕掛けを見てみましょう。針が3つついたものに磯目を3つつけております。磯目の長さは撮影がしやすいように約 5,6 センチに切ってあります。今回撮影した場所は砂浜で、比較的障害物が少ない場所ですが、場所によっては少し岩であったり海藻が多いという場所もあると思います。そういった場所の違いで懸念となる海底での障害物に対しての根掛かり、そして仕掛けのロスがやはりこういった投げ釣りの課題点となってくるでしょう。そこで今回海底につかない投げ釣りの仕掛けを一つ作ってみたのでご紹介をしたいと思います。それではご覧ください。用意するものはご覧の通りです。まずはじめにアスリートキス6号ハリス15センチ、こちらは熱収縮パイプ80センチです。天秤、それにライター、アスリートキスの仕掛けを一つ取っていきます。このように一つ掛けの仕掛けになります。熱収縮パイプ、これは太さがあるもの、天秤に収まるサイズにしないと天秤部分に入っていかないので、こちらは太めのものを選んでください。パイプの長さを調整していきます。あまりパイプが長すぎると出た部分のハリスと針の可動域が少なくなるので、今回で言えば15センチの半分、約7から8センチの長さでパイプを切ってみました。そしたらパイプを天秤に差し込んでいきます。結び終わったら天秤とパイプの長さを、こちらを調整していきます。
パイプと天秤の重なる部分が長いとこのように仕掛けが垂れ下がり、短いと仕掛けが上部に行くようになっています。長さを決めたら、天秤とパイプが重なる部分に火を当てていきます。パイプを少し回しながら熱を当てていくことで、一箇所の燃焼を防ぐことができます。はい、こちらで出来上がりました。では実際に海の中を見てみましょう。先ほどのポイントにやってきました。天秤から出るハリス、ハリ、それにつく磯目。地形によっては海底についてしまう時もあるんですけども、このようにほぼほぼ海底につくことはなく、海中に餌が漂うような形で仕掛けが見えております。この仕掛けのメリットとしては、根掛かりによる仕掛けのロス防止ももちろんですけど、このように潮の流れ、仕掛けのさびき具合、そのような形で餌が海中に漂うことによって魚へのアピールを強化してくれる、アピールをしやすくなるというところがメリットの一つなんじゃないでしょうか。はい、今回はキス釣り市販の仕掛けとこちらの課題をどうにか克服できないかと作ってみた自作仕掛けの水中映像をお届けいたしました。実際にキス釣りに来てみると、やはり根掛かりが多くなってしまう、地形が気になってしまう、いろんな課題があると思うんですが、市販の形でやる方も含めて今回の水中映像が役に立ってくれたなら嬉しいです。また次回以降ですね、この自作の仕掛けで市販の仕掛けと比べた釣果の違いなどをまたお届けできればいいなと思っております。